皆さん、こんばんは、投資の隠れ街ようこそいらっしゃいました今日の日経平均株価は、AI が予想した通りに上昇となりました明日からもゴールデンウィークにかけてさらなる上昇が期待できますそれでは、始めていきましょうさてさて、今日の東京株式市場で日経平均株価は小幅反発し前週末日29円15銭高の28,593円52銭で終えた 医薬品関連株や旅行関連などに買いが入る一方で、上値は重かったといえる、日本と米国の主要企業の決算発表を控えて様子見ムードが広がっている上直近までの上昇の反動で上値では利益確定売りが出やすかったといえる、日経平均株価は午前に上げ幅を100円超に広げて18日につけた、年初来高値である2万8658円を上回る場面があったが、 午後に入ると上げ幅を縮小した欧米景気の先行きに慎重な見方が多い中で決算シーズンを前にして半導体関連や海運株には売りが目立っていた27日から28日にかけて日本銀行の金融政策決定会合を控えているのも手控えムードにつながった東証株価指数は4営業日ぶりに小幅に反発し 前週末日で2.28ポイント高の2037.34で終えた東証プライムの売買代金は概算で2兆507億円売買高は8億2685万株だった東証プライムの値上がり銘柄数は1135と全体の約6割だった値下がりは614銘柄変わらずは87銘柄だったこのように 方向性のつかみにくい状況ではありますが AI は明日からもしっかりと上昇することを予想していますのでしっかりと上を目指していきましょう AI ではここから長期投資を始めよというシグナルが出ていますのでこのチャンネルを毎日欠かさずに見ていただいている投資家の方々には慎重に今後の株価の動きを見極めてほしいと思います今後投資状況をこの動画で報告していきますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします それでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな